平野市、陽岸優ユタ神宮寺ユ太タがハイブアップの遺跡を考える理由とはジャニーズ事務所の新たな試練。2023年5月22日、キングプリンスコーオップの脱退を発表した平野氏洋、岸優ユタ神宮寺ユ太タの3人について、今、新たな噂が広まっています。 彼らが日本を離れ、韓国の大手芸能事務所である、ハイブ、ハイブに移籍する可能性が高いと言われており、ジャニーズ事務所にとっても新たな試練が待ち受けているようです。ハイブをとは何かまず、ハイブ、ハイブについて簡単に説明します。ハイブを、 韓国を拠点とする芸能プロダクションで、これまでに BTS やジャスティン・ビーバーなど、世界的に有名なアーティストを輩出してきました。最近、同社は日本に新法人、ニーコネイコを設立し、元ケヤキ坂46の平手ユリナが移籍するなど話題となりました。平野耀らの廃部遺跡の可能性。 平野紫耀、岸優太、神宮寺た、太の3人が背部に移籍する可能性が浮上しています。これについて芸能プロ関係者は以下のように語っています。どうやら退場する3人は背部に移籍するようです。 最近、同社が日本に新法人、ニーコーを設立し、元ケヤキ坂46の平手ユリナが移籍して話題になりましたが、このニーコーは金プリの退所メンバーを受け入れるために作ったとも言われているほどです。この情報が事実なら、ハイブへの移籍は確かに現実のものとなるでしょう。ジャニーズ事務所の圧力。 一方で、ジャニーズ事務所にとっては、この遺跡情報が受け入れ難いものであることも事実です。かつてキングプリンスへのメンバーであった岩橋玄樹が、パニック障害を理由に休養し、その後2021年にジャニーズ事務所を退除しています。そして、岩橋が脱退する3人と合流してハイブへの2行に所属するのではないかという噂が広まっています。 岩橋はグループ在籍時に平野と並ぶ人気メンバーであり、現在も音楽を中心にソロ活動を成功させています。インスタグラムのフォロワーは80万人を超え、根強いファンが支持しています。新生キングプリンスへの可能性。もし、平野市要、岸優太、神宮寺優太、 そして、岩橋源氏が同じ事務所で活動することになれば、事実上の新生キングプリンスが誕生することになります。長瀬角と橋山の二人だけでジャニーズ事務所に残ることになれば、ハイブという世界的な巨大企業に対抗するのは非常に難しいでしょう。ジャニーズ事務所もハイブに対して圧力をかけることが難しい相手となるでしょう。結論。 ジャニーズ事務所にとって、平野史洋、岸優太、神宮寺優太、そして岩橋玄樹の廃部遺跡は新たな試練と言えるでしょう。廃部を世界的な芸能プロダクションとして成功を収めており、その力は計り知れません。一方、ジャニーズ事務所は日本の芸能界で絶大な影響力を持っていますが、このような状況では一歩引くしかないかもしれません。 最後に皆さんにお願いです。この記事が気に入ったらフォロー、いいね、コメントしてください。そして、この重要なテーマについて皆さんの意見を共有してください。エンターテイメント界の今後についての議論を広げ、共に考えるきっかけとしましょう。